どうもありがとうございますいややっぱり緊張しますあの本当にこの忙しい中お集まりいただいたことお礼を申し上げますそして来賓の皆さんや国会からも先生方が県議団や市議団そして何よりも私のためにお時間をいただいて皆さんにお礼を申し上げたいと思いますありがとうございます いません明るすぎてどう皆さんの顔が全然見えないのですが、はい、とにかくここまで来たここにたどり着いたそれが今の一番の心境ですそしてみんなに見せたい前橋の未来をいや未来じゃないもう現実に用意している世界をですもうすべてが準備できているこの扉を開ければその先にみんなに見せたい世界があるいろいろなことごとが 本当に起きては消えていきます一つ一つが私が取り組んだそしてみんなの知恵を使って片付けてきた解決をしてきたそしてその先にある未来を皆さんに今日お話をしたいと思いますそれでは「前橋インデックス」新しいマニフェストを皆さんにご説明をいたします最初はビジョンです どういう経営方針で、会社ですもん、どういう経済理念で、まず2つのことをやってきました。1つは、未来の利益を増加するために投資すること、ビジネスです。もう1つは、未来の損を減らすために投資すること、これも必要です。例えばこうです。30代40代50代 60歳から急激に上がる前橋の国宝の支出、もしこの前倒しで保険予防ができれば、25億円の損がなくなり、利益になります、皆さんにそれをお返しできる、そのためにあの日赤を、跡地になったあのガランプの土地を購入してきたのです。 売っ払うこともできたかもしれませんでも知恵を絞ってみんなにとって大切な命や健康を支える施設に変えてきた CCRCContinue ケアがあってリタイア人たちが楽しめるコミュニティ今それがおおむね完成しました、うん、ほぼ左半分は民間の施設でもそれぞれに健康を維持する機能をついて いますそして最後にできるこの4月1日にオープンするのは夜でも昼でも休日でも緊急医療のセンターと以下と歯科の診療所ですそして障害を持っている方のために仕事を作り出す受産センターこれがいよいよオープンですいよいよ皆さんに見せることができます。もう一つ将来の損を減らすために ゴミの減量ですやってきましたこのたった7年間で2割のゴミが減ったみんなの力ですよみんなの力で減らしていただいたおかげさまで2つの炉がいらなくなり3億円そしてああよかったです2つの炉がいらなくなって3億円合わせてゴミ発電で1億円の利益が上がるようになった。 毎年四億ですそれもロックのみんなのおかげですロックがこの施設を受け入れてきてくれたおかげで今ここまでにたどり着いてきた本当にありがたいですでも十年前この議論があったら覚えてますかこの施設をとにかく新しく作ってそしてどんどん大型のロードでゴミを回わせよう僕はその時に反対しましたそうじゃないだろう これからみんなと議論しようよ、議論の一ち間が必要なんだよ、その先にもしかして、ゴミが減らすことができるならば、もっともっと小さな炉でいいじゃないか、しかも、そして私は延命化を選びました、6区の清掃工場の延命化を受け入れてくれた南部地区の皆さんに、みんなの理解のおかげです、ありがとうございます。 そしてこれから先のことは皆さんこうなったのですもう前橋はゴミの問題を悩ますよ必要はない争点になる必要はないなぜならば桐生と組んで伊勢崎組んで多摩村の力を借りてみんなで考えようよみんなが一つの町が全部の仕組みを作る必要はない粗大ごみはどの町焼却はどの町そして灰の埋め立てはどの町 幸い前橋では小坂市の人たちが自ら灰の処分場を受け入れてくれましたならばこの残った二つは紀流と伊勢崎にお願いできるそういうことです一つの町でやるんじゃなくてみんなで連携してやるそれが連携の力ですそれぞれの市長町長と連携してこれからこの問題を進めてくるこの問題を僕たちからもう 考える必要のないような社会をつくっていく、まさに未来のごみの負担を減らすのです。さっきお話した通りです。未来にどんどん伸びていく資質を、ある瞬間、みんなの力でなくすことができれば、それは僕たちにとって一番の目的です。さあ、前橋の経済原則をこのように考えています。 前橋資本主義と私は呼んでいますその筆頭が高いものを作って外の人に売る外の人に市外の人に売ることです前橋のものをもっともっと高付加価値にしていく道の駅みんなに高いねって言われます一本300円のトウモロコシ売れるんかいって言われます売れていますどんどん売れています 集まい橋の新しいアートによっていろいろな客層が現れ今ギャラリーが増えているそういう社会です新しいものそしてお金と有給資産を活用することです有給資産市もいっぱい持っています市が持ちきれないものだったら有益に市民のためにならないものだったら売るのか民間に委ねるのか当然の結論です お金を回すことが一番大切なことですそして最後の3つ目は省エネ再エネ総エネエネルギーの無駄遣いを少しずつやめていくそれに対する代替エネルギーをどうにやって作っていくのか細かいことは後ほどお話ししますそして最も大切なことはシニアが元気でい続けること働き続けること生きがいのある職場を作ることですこれも 後ほどお話をします。前橋一人当たりの市民がだいたい平均で消費者庁の報告では買うお金が百万円です。ぜひ皆さんにお願いがあります。一パーセントの一万円、ぜひ地元のものを買ってください。三十二億の新しい飛が回ります。そしてエネルギー四十万円を使うと推測されています。 1%4,000 円を省エネしましょうすぐ12億円のお金が回ります前橋の経済が循環して変わっていくそして利益を上げた人はぜひ地元の金融機関に預けてください地元の金融機関の人たちはぜひ地域の新しく商売を始めようとする人にちょっと 金利を安く貸し出してくださいそういう支え合いです高熱費もさっき話したようにただ買うならアラブの王様が儲かるだけです何か知恵を出しましょうそして会社の経営者は社員の賃金をちょっとでも上げてください部アを上げてその代わり社員の人は上がった部屋を前橋で何か使ってください こうやってみんな一人一人が頑張れば前橋が変わっていくそれが前橋の新しい経済です市役所も頑張っています草原だったローズタウンがこんな街に変わりました左上に余っているこの部分に今ザスパの練習場これはカインズさんが全部お金を出してくれましたそしてその南にも3ヘクタールの住宅団地 ここも間もなく売り切れるでしょうこにあって町が変わっていくそしてこのローズタウンが今完売ですこれによって新しいまた経済が回り出していくこの循環を重ねていきたいのです私が当選した時大問題だった大問題だった前橋工業高校の跡地 今年間3400万円で商業施設にお借りいただいています小さな公園も作っていただきましたありがたいです10分、はい。産業団地もいっぱい売れていますおかげさまです今はそうですね。5代が完売中内に自然工業団地が完売してえ清里が来年販売そしてちょっと苦戦してた大合 そして宮城春川の工業団地あの東消防署の北側ですがそこもどうにかですその理由はこれからも話します既存の工業団地の拡充もです上松田が 50, 50号まで広がればな札幌一番の北側空いてるよねいろいろなことを考えながら今いますさあ 大御所春日の宮城、屈戦してましたけれども、でもやることになりました、なぜならば道ができたのです、道ができれば町が変わる、群馬県が、知事がありがたいことに、橋江のインターチェンジから北に伸びる道、あそこは、えー、えー、と、忘れますですね、飯井,戸井、えー、ごめんなさい、ないがしま飯豊線。 ごめんなさい地元の市議会議員さんにも申し訳ないです。<laughs> 内ヶ島飯豊線、まっすぐ走江のインタが上っていくと、大募の消防署その先をガードを上るとここです。20ヘクタール、また新しい工業団地が生まれるはずです。ちょっとした応援をするだけで、投資家が協力してくれている広瀬川のこの、まあ、汚い、ごめんなさい、アパート、ごめんなさい、インドヅメ君の。 はい、僕の同級生ですが井戸詰の持ってたマンションがこうになりました、えー、住友マンションだから、ね、そしてもう一つは誤差路で山一証券の跡地こうになりましたこうになっただけで固定資産税や入居者の人たちの所得税もいただきますここに出した補助の分はたった7年で元が取れるのです ありがたい話ですさっきも言った投資をすれば必ず戻ってくるそしてみんなに恩返しができるこれなのですよ投資をすれば戻ってくるまた戻ってくることにだけ投資をしてるわけですこうやって今税収が10年間で市民税そして個性資産税合わせて23億円伸びましたこの23億がずずっと減らずに多分 右肩上がりでしょう。おかげさまで基金が増えてありがたいですそして借金が減ったもっともっと回しましょうその力を福田直久がくれましたアップル世界のアップルの副社長ジョブスの右腕そして今前橋工科大学の理事長として 知恵を出しててくれている福田がが作ったのがメ,ブクペイですメブクペイは前橋の銀行市民お店をどんどん回すという新しいペイいわゆるデジタル通貨です。これによって何が生まれるのか皆さん忘れてるかもしれない「花もゆ」というドラマがあった時にあの時は前橋が創立125年だったのですね。花もゆを カコつけた花もゆというプレミアム商品券をを出したのを覚えておられますか多分みんな忘れちゃったですよ10万円で買うと12万円分のクーポンが来てそれでお店を買えるということですでもこれは回らないのですなぜかというと払って終わってお店がそれを換金して現金にして終わりです回らないののです我々の地域通貨は回るのです。 ささあ皆さん報告します。12月20日からいよいよスタート前橋ペイはなんと市民に対して通常は3%のポイントバックそしてプレミアムの時キャンペーン期間は12月20日から1月31日までとえー、っとお盆のしあゴールデンウィークとお盆のシーズンとクリスマスの時は2割ポイントバックです。5万万円円チャージして買買買ええばのい物がる、 全くオタクでお得ですぜひお使いくださいお店の人にもお願いしますゼミ加盟店になってください加盟店料ゼロです何万円も売り上げてもゼロですえペイペイは3%取るよ前橋は取らないのペイペイは商売でやってるんです前橋は市民に人お金を回すためにやってる全然違います うちは3%取りませんも <laughs> ありがとうございますさっきも言いましたいっぱいお金が回ればみんなが儲かって儲かったうちはわれわれほら税金でちょっといただけるわけですから3%いらないのですただで結構です請求無料が「前橋芽吹ポイント」のメッセージですさあでもこれはお買い物だけではもったいないです 地域の絆づくりですもう今は使われてないと思いますけど昔一時私これやりたくて一生懸命やってたのですけど誰も使ってくれない手間だからただこの地域活動のお礼に一日広瀬川で草買ってきてきれいになったい桃の木草刈りしてきたいって言ってる人に500ポイント鳥りの弁当は500円じゃ買えないかもしれませんけども500ポイントを渡しするみたいだ。 肩こりしているお父さんに孫がもんあの息子が揉んでくれたらあじゃあ100ポイント出すよみたいな子どもの携帯にあげるような地域の絆が復活できるのですこれによって自治会に地域貢献通貨としてこれを配布することで自治会の絆が深まるいろんなことを考えていますまずはやってもらいたいたでも皆さんごめんなさい相変わらずこれですスマホです。スマホの メブックペイを押してくれると、メイブックペイが開きますので、それでお店に800円、はい、800円で押して入れると、支払い完了という話です、そしてニッパー3%はキャッシュバックでポイントが戻ってきて、えー、キャンペーンの時は、まあ、1000円出せば200円戻ってきてみたいなことになっています。あ 乗り合いタクシーを呼ぶと市役所何でも相談は後で相談しますああ報告します簡単ですからぜひよろしくお願いします自治会長に全部の自治会長ちょっと一部の自治会長ではない,はないらしいのですけれどもほとんどの自治会長にタブレットをお配りしています朝市民がお水道があ朝じゃ面白くないですね真夜中 水道が跳ねた斜面を取って自治会長に送る自治会長のタブレットから市役所に転送されるそれを確認してうちは朝一工事の発注が終わっているこれがもう来年4月1日から始まります使ってくださいぜひえ細かいこと書かなくていいの,あのどこの何丁目の水道が跳ねたって何の必要もないです写真をし撮った人がどこで撮ったかは全部分かります そのポイントをうちの AI が調べればそれが市道なのか県道なのか国道なのかもう全部一瞬でわかる何の心配もいりませんこういう時代にもう目の前に来ているんですぜひつまり市民は夜中だって何だって市役所に通報できるということです今まで市役所は8時5時ああもう5時半になった市役所いねえわ ハンコを持っていかなくちゃ身分証明書を取っていかなくちゃそして市役所や市長まで行くの大変だなら今まで市民はこの3つに縛られていたもう縛られる必要はないのですこれです市民を縛ってきた時間空間から解放されるすごいですね5次元の話みたいな話ですけど現実ですこれがデジタルがもとらわせてくれる新しい優しさです これを僕は今までほぼ30年以上やってきました後であとで悲しい話ですけれども、まあ、知事選の時の公約なので恥ずかしい話ですが今ここでこれを生み出しているこれが一番皆さんにとっては共感できると思います家族が死んで埋葬手続きから始まって国語の「 請求の差し止めあるいはそうです、ね、年金の問題市役所何箇所もあるかご存知ですか一元が今していますそれでも市役所まで来なくてはいけない皆さんがの死亡届が出た瞬間全ての契約が変更できるような仕組みだってできるのですそれをやりたいのですやっているのですそれによって市役所の職員が随分少なくなってきました ただもうこれが限界ですこれ以上市役所の職員は減らせませまんでも市役所の職員に余裕時間が生まれるのは事実です民生委員さん児童委員さん保護士さん更生保護の女性会の皆さんあるいは自治会の皆さんあるいは地域で一人何か英語ができる人がいたら子どもたちに英語を教えてえな歴史を勉強したいという子どもたちに講座を開きていな。 いろいろな市民の手助けができる職員を派遣することができるそういう時代に今変わろうとしているのです職員も市役所の業務以外にプラス市民のためになることをさせてあげたいのですさあちょっとお水を飲ま,しま,すませていただきますテ、はい、ィッシュペーパー 次はあの,これ深刻なのですよ足あの後で宮城の人から怒られた話言いますけれどもこういうことです今の人口ピラミッド一番多いのは前橋の人口の中で一番多いのは70から74歳の男女あのオレンジが男女,女ですよこれが30年後ここに上がるわけです見てください90歳の女性元気です でも男性は残念ながら半分あのさよならですがあちいちゃんありがとうよしょこれを見れば本当にこれからの未来の前橋の困難が見えてくるはずですしかも中身が悪い今から40年前は生体といえば夫婦と子供42%ところが今はなんと生体といえば 38%の単身世帯それはそうですよ配偶者を失った90代の奥様は単身ですものこういう時代に間もなく来るしかも今現実見てください50歳の男性が3分の1が独身です1970年今から50年前は3%しか独身の50歳はいなかったのに10倍になってます この人たちがこれから高齢化になってみんな独居の男性の単身1人暮らしになっていくだもんこういうことが必要なのですよ群馬県警と連携してこれを無償で配布してますので是非近所の人で単身で騙されやすいような人がいたらこれ借りてくれって借りてきてください無料ですのでよろしくお願いいたしますさあ大かか宮城の はふるさとバスというバスの図面です220箇所も停留所ありますこんなバスが回ってますところが最近利用度が減ってきているのですなんで減ってきているんだろう調査をしたらこれでしたバス停まで歩けないんですみんなはここになんで来たんでしょうかでも歩けないこういう人が増えているだから 考えてこれに毎択の,のタクシーの支援4万人もの人が登録していてああ助かったよと言ってくれる人ああよかったなと思いますところがさっきの宮城の大前田の方「日赤までここから行くのに市長5,000円だぜ龍ちゃん」「1,000円くれるっていう毎択だけでも4,000自腹往復8,000円」 もう胃がんの術後の診察に月に一っ行かなくちゃいけないんだよ。最近足が痛くなっちゃったからそっちも月に一っ行ってるんだよ。それじゃあ大変ですよ。わかります。考えました。あの大手町や幸運町やこの近所の人はどうにかなるけれどもやっぱり郊外の人のためにも売却をちょっと考えよう。いやむしろこの町中の人たちだって赤城に遊びに行く時に使えるようにもうちょっと負担を 軽くしよう補助の増額今せいなのですけれども今日市議団がおられるので勝手に言えませんのでちょっと増やしてもいいですよねえありがとうございます増やしますそしてストレッチャーや車椅子も乗れるようなタクシーをタクシー会社の人たち増やしてもらっていますあこれで安心どこでも行けるこれですでも多分大前田の人はこういうでしょう 2,000円にしてもらったって5,000円かかりあと3,000円だって往復で6,000円だもんリュうちゃんもうちょっとなんか考えろよいやみんなが言うのは当たり前ですだってそれがみんなの日々の暮らしなんだもん考えたやっぱり考えれば思いつくのですみんなで相乗りすればもっとお得ですってだって2,000円の補助の人が3人乗りは6,000円でしょ1,000円お釣りがもらえますよ。 こういう時代にはお釣りは渡せませんけどあのでもあのこういう時代になるのです。一郎さんがお風呂にあっちの方向にいくその時に花子さんが病院に行きたマツコさんが買い物に行きたいという人が一郎さんが行くあ違うのになってますね。はいすいませんどうしたのでしょうかまた壊れたのでしょうか困りました。えー、はい一郎さんが温泉にいく。 そして花子さんとマツコさんがあ買い物と病院に行きたい同じ方向に一葉さんが行くんだから乗っけておけばいいんですよ。はーい、迎えに来たよー。はーい、みんな着いたよー。これが乗り合いで,すでもいっぺんに乗り合いをするって友達がいる人はいいけれども一人で行かなくちゃいけない人は一人ですもの。 だから AI が自動的に方向が同じ行く方向の人で同じ時間に乗っけられる人を選んで乗っけるのですだから皆さんにはスマホがいるのですまたスマホの話ですはいでも便利なのですだって皆さんああ話を進めましょうだって 12, 12番までのボタンを押せるわけですからこれはたったの2回です AI 乗り合いタクシーを呼ぶ一回押す目的地行きたいところを押すこれだけです多分5分後もかかんないなすぐ直ちに AI が答えますあと5分後にお二人様がすでに乗車しているなんとかタクシーがお付きになりますご準備くださいこれだけですこういう時代がもう2025には動き出す ぜひお付き合いくださいませ。スマホが難しいわかります。でも皆さん子どもたちは全員タブレットを配っています。前場所小中高全員が持っています。みんなが一昨年ワクチンの注射を打つとき電話して、えーとファイザーの空いてません空いてません空いてません。あるいは電話が繋がらなかったでしょうワクチンの予約電話が。 その時に孫がおじいちゃん僕のタブレットで予約してあげるって言ったらすぐできたはずですなぜならば相手が人間の時はえっと待ってください何日が空いてるから相手が AI の時がぴュッですから本当にそういう時代になっているだからあスマホ使いづらいわわかんねえや山間流の言ってるメブクペ山間の言ってる AI 乗り合いタクシー子供に聞けばすぐわかります 多分5分で入力手続きを終わってくれるはずですあとはボタンを2回押すだけぜひお付き合いしてくださいこれによって社会全体に合理的な暮らしが回る職員が少し楽になってタクシー会社が空き自動車がないだって公園で寝てるタクシーはだって何にも産んでないんですもん呼ばれれば行くしかないんですからタクシーの運転手さんが目が回るほど儲かる そういううい社会にもう一度復活させるのですただ病院に行くだけじゃつまらない楽しいところを作りましょうせっかくだもんみんなでお友達と乗り合わせていけるような楽しい場所を作りましょう前橋の東西南北みんなにみんなのいろいろなアイデアでそこに今の乗り合いタクシーで行けばとってもじゃないこんな近所だったら2,000円で十分ですそう思っております。前橋全体が楽しみの場所 例えば明治大学明治に集まるって勉強してますけれども小さな明治だってできるはず誰かが歴史の塾を開いている行ってみようぜ誰かが縄文カルタをやっている行ってみようぜ誰かが花札大会のサロンをやっている行ってみようぜその通りですいろいろな楽しみがあるはずです。花札がが不謹慎かももしれまませせんがそんんそなこことはありません私もこの間絵画屋で つ,れつくばられて海外の文化祭に来たんですけどあ,のある奥様に連れていかれて「1人足りないのよりゅうちゃん」って言ったらあの高齢者マージャンサロンでしたこれでもいいのですこういう楽しみがある場所をいっぱい作っていくそこには英語の先生あるいは歴史の先生いろんな人たちがボランティアで教えてくれるはずです。そこに さっきの芽吹くポイントの地域版でお礼を出すいろんな形でお金が回ればみんなが笑顔が増えてくるのですさあ上電のことだけ話しますはい上電新型車両が投入ですごめんなさい新型なんだけど30歳ですでも今までの車両は70歳だったんだからね これになったら電気代がずっと減ったんで、あの上電の社長にせっかくこれ買うんだから電気あの電車賃安くしてとお願いをしておるところでございます。上電の駅と JR の駅を結ぶ新しい AI 乗り合いごめんなさい。 自動運転バスが2025もう再来年4月1日から営業運転を始めますそれが T の字になって多分県庁まで行くようになると思いますもっと行けば二席も行ければいいなとは思いますしいろんな形で動きつつありますそして上田沿線もったいないです規制緩和をして前橋九市内の5つの駅の周りは5 0 0ル、宅地開発ができるようになりました上泉特に。 あ、今日は金井教科さんもいたけどまあカノちゃんもいるけど上泉の周り田んぼですもんできればそこの地主の方おられれば宅地開発して上田の乗る人を増やしていただきたいと思いますさあこれから子どもたちの話ですいろいろやってきました、えー、給食費三番目の子どもぶりをちょっとせこかったですね 小学校中学校のあのすべての、あ少人数学級できました。あおたく博士、これ医師会の要望です。で歯科医師会からは、あのあか、とにかく子供の時から航空ケア始めて。5歳期まみでも、うとにかく青年期、あの歯医者さんに行かない人が一番やっぱり。宗教ケアが分かってないみたいなことをおっしゃってましたね。で高校生の医療費分の四日、去年、あの市議会の皆さんで一緒になって考えて。 実行できました、えー、幼稚園子ども園に対する支援員を配置してほあの保母さんを楽にしようで紙おむつを今までお,お父さんお母さんが持って帰ってたのを市が処分しようで不妊治療費これ大切ですそして学童保育だいたいどの町も4年生までですけどうちは5年生まで あ、六年生まで預かる。だって四年生の弟が学童保育で遊んでるのに、お兄ちゃんがいるとこないんじゃかわいそうですもん。っていうことをしております。まあここまで来た、あ、そうですよ、ね。学童保育もやっぱり七年ぐらいかかってだんだんと増やしてきて、今はほとんどの希望者、まあ全部の希望者が入れるようになっています。ここまで、あ、ここまで来ました。その通りです。あ、今日これ詰めてきました。一番上にいるのは尾辺和明市議会議員です。 あの右はあのタイガーマスク運動の方ですいろいろな人たちから給食あ給食じゃない子供パントリー事業というのですけれどもあの前橋はいっぱいあのごお食料品を作っているおみあの会社があるのでいろいろもらいました「札幌市場さんありがとうございます」「ガトーハラダもくれたんですね」「スターバックスは誰がくれたんでしょうか」え「ー、マスクあ全農からお米もらって」 マルエドラッグがマスクくれてこういうのをこのぐらいの段ボールに入れて送るという仕組みを作りました、えー、対象は一人親で、えー、所得税非課税世帯あまり細かいことは,はあの説明はしませんけどちょっとあの家庭的に課題の問題があって苦しいなっていう方々ですこれが、えー、と 1500, 人1500件おられてその人にお手紙出してこういうの送るんだけどいりますかって言ったらもらってくれて。 えをもらってくれるという800人の方にあの送り出しております。その梱包作業を今日やってきました。えー、U パックがなんと1個800円あんまり言っちゃダメなのかな。U パックが安くあのうあそんないいことなら送ってやるよって言って郵便局の局長が言ってくれました。ここに前橋一人家支援ブックというのを入れてあります。実はそういう世帯の方々というのは市役所に対してのアプローチがないのです。これを 定期的に月に一遍ずつ食料費を送ることによって、まあ、市役所が頼りになるなと思ってもらってこれを開いてもらうといろいろなメニューなんと離婚調停の仕組みまで全部あの市役所が応援するみたいな、えー、養育費の取り立てを市役所がお手伝いしますみたいなことまで書いてあるんでびっくりしましたけれどもこれをお届けしたいと思います。 他にも子供たちといえばやっぱり通学路東地区で始まるのがゾーン三十。そしてあこんな感じですねそしてこれが下川淵地区で始まるゾーン三十。これも画期的なことです多分群馬で最初だと思いますあこれ府中通りですね本当にありがとうございます神塚の人、上沖の人、下沖の人、えー、こちら細いの人ですね皆さんの地主さんのおかげでここにあの安全な場所になっています まあその中で、あのゾーン三十っていうのはこういう半布というものを置けるようになっているんですけれども、これ置くとまたガチャンって言ってまたトラブルかなとかいろいろ悩みます。まあ悩んでいることだけお伝えします。各学校にあの防犯灯と防犯カメラの割り当てをしています。なぜならやっぱり学校長が一番心配をしている学校長が地域のあの交通指導員や地域の あの通学路の委員会をご府県や自治会が作っていただいておりますのでその方と相談してこの防犯カメラと防犯灯の割り当てをあの場所を決めていただけるということですあここまでできましたみんなここまでできましたここまでできて後をやることといえばしかも財源がどうにか工面できるずーっとこの2か月行くまという 財務担当部長と相談し議会にも少しアドバルーンを上げて怒られたりいろいろしてキャッチボールしてきました本当に議決していいいただけなけななれば何もでできないのが市長でございます、はい、その中でここまでできたんだからこれから先はこれかなどうにかなるんじゃないの財務部長うーんって言ってうなずきながら僕にペーパーを見せてくれました。 あ,あここまで考えてくれてるんか本当にありがたいと思いますこれを進めながら子どもたちを応援していきたいと思いますそれでも前橋は山本龍が言っている以上に評価されている子育て環境暮らし方日本で5番目そしてどこから熊本よりも上浜松よりも下で第5位でしたありがたいです こんなところがいい場所だよという評価もされていますもう一つ面白い評価を見つけました <laughs> 県庁所在地で土地の安さ最下位群馬どこなんだ前橋どこなんだよと思ったらここでしたやったそうなのでも皆さんコストパフォーマンスがいいっていうことですよだから物価が安いんですよだから親父も安いアパートも安いそう思います だって銀座一丁目で売るハンビッグマックは四百五十円、前橋で売るビッグマックだって四百五十円なんですから、決してこれは悪い話ではありません。しかしもしかもお給料は上位ですから、札幌市よりも三十万円も前橋は市民所得が高い、いいことです。こういう中で僕たちは災害リスクはないし、しかも物価は安いし、そこにスローシティ。 でリモートコントロールで東京の仕事の下請けができればすごいですよね東京賃金をもらえて下請けができてあゆっくりの赤きにだから転入人口がめちゃくちゃ増えています今移住の窓口に来てくれる人たちの3つの要素1つこれです公民家リフォームして巻きそブ欲しいなおおなるほど 畑ついてるのがいいな3つ目 w i f i と光ファイバーがあるところがいいなこれも3つの条件ですだから移住がどんどん増えている前橋の移住ですスローシティというところに加盟した途端ドスンと増えてきましたあ名前だけなのですけどもまだスローシティはでもイメージがよくなっていますしかも社会像です 社会像というのは引っ越して出ていく人よりも引っ越してくる人の方が多いことを言います2020 1 0 2 0年2021年は全くの社会像です今までは社会源だったんだけれども社会像ですどんどん引っ越してきてくださっていますその一つの理由が群馬県と前橋が一緒にやっている 東京から夫婦と子供二2人で前橋に引っ越して空き家を改修してビジネスを開業した場合なんと群馬県と前橋市と国もちょっとあるんですけど600万円の応援しかも前橋は空き家をリフォームする場合はプラス80万円680万円皆さんの子供さんで東京でああ満員電車でくたびれたっていう人がいたらぜひ市長が680万円用意してるから こうして来いやと言ってくださいませしかも空き民家や近所の空き家が活用できればもっといいです素晴らしいです本当に増えてきてますただ皆さんさっきも言ったリフォームは地元の公務店に赤木南陸移住が増えて東部商工会さんが前橋安心リフォーム工房というのを作って うわーいっぱいのご注文が今日はだから東部の商工会の方が来てるんだろうと思いますけれども、えー、多分調子いいんではないでしょうかあはい多分調子いいと思いますあのこういうことを商工会長が考えついて若い組あの会員と一緒にこういうことをやっているあ,のありがたいだと思います農業委員会もありがたいです農地付き空き家いいよって一緒に農地と一緒に売ってもいいよって 言ってくれてますだから皆さんぜひ近所の空き家の持ち主には空き家バンクに登録してってお伝えくださいませよろしくお願いしますその空き家なんですけれども市の権限が国がいっぱい権限をくれたのです嬉しいです危険な空き家管理不足空き家を市が除却まあ、かっこいい言葉ですけど壊すことができるということになりましたはい購入しています ただいきなり壊しませんよ一応地主の方に所有者にあの改善命令を出してそれに答えがなかった場合は除却します改善命令が出して枝を切ってくれない人は切りますこういうお話が進んでいますまあ自治会長のさっきのタブレットでここの枝が来てトラックがぶつかって危なかったみたいなのがあればうちが改善命令を出して 返答がなかった場合には市の方が大執行を行う、まあ、そういう仕組みが動き出しています。問屋町のこれですねこれは市がそんなに関与しているのではないのです。民民間間のの人人たたちちが、あ民間の人たちが、 彭帽交換度富岡屋安中の入り口の元総社前橋の西の玄関にこれはちょっとなと思っては民間の人が一生懸命その人は3年前ににテレビタッグに出ていますそしてタモリさんから解体できない理由がそしてビルを取り交わすには所有者全員同意が必要と諦めていたんですけれども弁護士がいろいろ掛け合ったらばうまくい,いそうなのです。 あとは裁判所の命令で所有権移転でこれが壊れることになるもうすぐと弁護士さんは言ってくださっていますこういう努力が積み重なって前橋の街が何となく動いてきているように見えますそれが私がみんなに感謝する一番のことですさあ 次は生きがいですいろんな人に生きがいを持っていただきたいと思いますその中で一つ説明をしますさっき僕が道の駅高いものできるだけ売りたいと言いましたこのおばさんではないです85歳ですから新井秀子さんとおっしゃってましたこの人が一人で売り子に立って自分で作ったチーズケーキを売っておられてはいお兄ちゃん来てくれーなんて言われてインタビューと食べさせてくれて これ食べさせるサンプルですけれども売り方もうまいし熱心これは自分の手作りで彼女の手作りでしかもプツポツは土日私が赤木で取ってきた山椒よはあ月に100万円売るそうですチラシもらいましたおばばのお菓子たち一口召し上がれば誓いがわかる新井秀子85歳生きがいでしょ 100万円儲かるんだもう生きがいでしょ古民家ホテルができたらお手伝いに行ってるこの人生きがいって書いてある誰も取ってないけど今まで誰も取ってない田舎道だったけどもホテルができて私が働けて生きがいだ何を不思議なのにフレンチを作ってるわけではないのです見て「吹き味噌です。 見てどこでも食べてるものこれをおいしいと言って食べてもらえるまさに生きがいですわら細工を教える方あるいは子どもたちを古民家に招き入れる方そして一緒に餅つき,きをする人あ声が出ないですねあいいです諦めますあてれこしますはいこのおばさんに女の子は「 楽しいって聞いたらもう楽しくて長生きしちゃうわよって本当は言っているのですけれどもはい、はい、おばあさんがこれで「楽しくてあまあちょっとはい、ここから言います聞こえないですけど本当に楽しいわ」とおっしゃっています。 若者がいるっていうことは意味のあることなのです。若者が面白いことをするのも意味のあることなんです。真冬の赤木の山頂でキャンプをして二万五千円の大人一人二万五千円。こんなキャンプを思いついた若者が、これ満員だったそうです。サウナでく白樺の束。アマゾンで調べたら六千八百円。ええー。これを十個も二十個も作っている若者もいました。 6800円が10個並んでいるのです毎日作れるそうですこういうことです僕たちには何かのチャンスがこの赤木にあるんだということをみんなに私は伝えたいですさあ歴史文化が人を呼ぶそうだと思います清水雅人議員のおかげでこうにやって前橋の国土交通省の認可が受けて 古いものを直す時はそれが図面がついてあるものの場合きちんと歴史的な優勝のあるものの場合は2分の1を国が持ってくれる制度が生まれました前橋市は計画書を出して登録させていただきました登録した次の日に大手門が現れました真面目にですよ俺を直してくれる番だまさにそうですそして前橋工科大学の倉庫の中で 昔の国鉄前橋駅が三日たるですよ。図面がリベット一本一本が。ちゃんとある図面が。回ってたんだな。二分の一は国がくれますので、残り市民の寄気を集めて。駅舎を復活させたいと思います。お力添えよろしくお願いいたします。<laughs> ありがとうございます。昔の噴水が懐かしいですよね。そんなことです。厚前橋。糸井重さんのブックフェス。 糸井重里さんって有名人すぎて前橋のことを俺前橋の主人だって言わなかったんですけど最近前橋が好きになったよう、ね、広瀬川のカヌー大会でこれ国王のですよあ重要文化財の悪酒住宅でお茶会しちゃってるわけですから本当にいろいろなアクションが今前橋で起きているしかも大学生がどんどん前橋の子どもたち高3が前橋の大学に入るようになった。 これ日経新聞の調査です地元の高校生が地元の大学に入る伸び率第2位が前え群馬県です。このグラフを見ていただければ分かるように20年前100人いれば19人の高3が前橋の大学だったのが今33人が増えている倍ですよ。それもそうです。こうやっってて前橋市が中心となって 6個の大学の理事長と学長さんでいい大学にしようぜ高3を外に取られないようにしようぜという連携をしているからですそして新しい生まれた前橋市立前,前橋高校の校長は熱血教師一船目指すそう言ってくれてますいろいろなストーリーが今前橋で湧き起こってきている。だから この扉を開きたいんですよみんなに見せたいんですよこの結末を共有化したいのですエネルギー自治会の方がいればあ公営愛護会の方がいればほっとすする報告です今まで公営愛護会の人が枯れ葉をビニール袋全部一本一服一服詰めて山にしてそれを市役所が回収にする。その詰める手間 吐吐いいいいいててておくくだだささき溜めもうこの子を呼んでくださいブシューッと吸い込みますから目の前の並木がみんな朝大変だよとよく怒られますおめえケヤキきれいよおめえ議長綺麗ってよく怒られますでもあれも宝物です育てたいだからいいです歩道やいや自分ちの庭からだっていいから車道に吐き出してくださいこの子が月曜日の朝はこの街 が火曜日の朝、この通り、それに合わせて吐き出しといてください、ブッシュですから、よろしくお願いいたします、で集めたはあの葉っぱはバイオマス発電に使いますから、木質バイオマス発電、そしてもう一個が赤木で掘ってる地鉄ですすごいですすごい,勢いで勢エネルギーを手に入れます。 あの電気は必要ですけどエネルギーの熱はいらないので多分温水は皆さんに無料でただ苗ヶ島ぐらいまでしか送れないかねと思っておりますいろいろなアイデアが生まれてそれが没効して今それが形になってきたそれが我々のストーリーですさあここから具体的な話になりますはい強立病院ですなんと強立病院このみみの駐車場をあのー、朝倉の長から買って 病院を建てるそうです。良かったですね。なんでその気になったの。当然です。この南。えっ、ー、と、今北見てるんだから、こっちは東ですね。東を見ています。東で、あそこは日赤に降りる南北道です。この向こうが J. R.。大島駅、前橋大島駅です。松並木です。いよいよ松並木。そして、逆を向くと、西を見ると。 浅間が見えてその先を歩くとはい利根川ですここでぶっつき清掃工場で終わりですここまで言えばお分かりの通り10月にこの道が利根川の東部で全線開通しますありがたいですこの道は枝、天川大島線 JR 前橋大島から松並木から出てここですこここにもしれれができれば まあ、もしでではないですねこれをできる予定なんですけれども再生会と日赤と共立が結ばれる自転車で通える3つの病院がそういう社会が来ます知事にはお願いしておりますこれは市がやるから立道の怖い木の交差点から再生会までは県が確保してとお願いしていますこれが我々の次の目標です。おかげさまで区画整理事業も 朝日町もできたロックもできた松並木できた小暮もできた後に集中すればどんどんお金が回り始めますやりますいろんなことが動いてきているそれを皆さんと共有化したかったそしてこれからのスタートはいろいろなストーリーあこれさっき知事が言ってたやつですねあの県庁から駅までのやつです、はい、知恵でいろいろが動いていくというお話をさせていただきます 藍の山の東にあったただの草っぱらがキャンプ場になりました。前橋の企業様のチャレンジです。うちは家賃をいただけます。ありがたいです。富士見の清掃工場の跡地、清掃工場、下水処理場の跡地が賃料が得られるようになりました。何に使うのサバゲーセンターです。 いろいろな使い道があるんだそれならこのせっかくだもん大フラワーグリーン牧場ここも新しい指定管理者に知恵を出してもらおうよと思っていよいよ募集を開始します知恵のある人大募集ですその分テルサは閉鎖します市が持ちあぐれたものを民間ならもっといい活用の知恵があるんだろうと私は信じておりますホール ピットスその機能はみんなのために残しながらもあの全体を市が持ち続けてこれを払うそれよりももっと別のことに使いたいそれが本当の心情です公園にあった草むした泥になってたこんな遊具だってきれいにしてくれる善意が前橋にはたまっているんです桃の生き物をきれいにする人のために大変だからと思ってあの手あのて これでやってたのこれに変えましたみんなの全員に応えられる方のがずっとずっと得です災害気象を警備しそして有害鳥獣を駆除してくれているのも領有会ですもっともっと何かをお世話になりたいと思いますさああと5分ねはい進めますはい、病院の話素晴らしいです前橋はもう一回戻します、えー、これが26分 1.2分っていうのが前橋の救急車が呼んで搬送されるまでの搬送時間ですもう日本で第2位でした日赤にあるドクターカーと群馬大学にあるドクターカーと山の事故はヘリコプターということですまさにこれですねさあこれです知事がさっきあ知事はこのこと言わなかったですね忘れてましたですね群馬大学病院ですいよいよ あの新しい群馬大学の,あの病院棟を作ることになっていますそうすると病院棟でまとめますと古い病棟が開きますその古い病棟に知事がこれを言ったのでこれというのは「北吉山の上にある小児医療センターを建て替える場所は未定」と言ったので私が汚い字ですね「総合病院との連携を求む」ってここに書いてある私の字ですけどこんな字なんですけど私の字は。 恥ずかしいいでですすねととううことで、まあ、そうなりますだから本当に前橋は母体は助けられるもちろんです総合病院がこれだけあるんですから母体は助けられるでも参加は助けられなかった文小児医療センターが来ることによって母体も出生時も命を助けられるそういう社会が 前橋に間もなく来るこれを皆さんにお伝えしたいと思います知事が災害に強い町だねって言ってくれてますそして知事さんが16月の10日に日赤をあの災害の救急航空搬送拠点に国の力で指定していただきましたありがたいと思います知事がそんなことやってくれるならこっちも負けちゃられねえですよねこうやって トレガー沿いの市長を全員みんなに集めても集まってもらって、そして勉強会を開いているのが先週記事になった。これです。航空物理拠点を整備する。前橋本所が中心となって整備する。いよいよです。いよいよこれが最終章です。山本龍のこれと合わせてモーターショーで富士通スバルが。 ドローンの空飛ぶ飛行機をあ空飛ぶ自動車を発表した世の中こういう方向で動いてるんだなってつくづく思いますもし前橋にこのエアポートができればこういうことですできる必ずできるできます最初はバーティカルエアポート VT ポートといいますこれで物流搬送を行っていくその中には医療もあれば災害時もあれば 特に物理の拠点は半導体です。この中に半導体が何万個も入れる半導体産業はシリコンウェーから始まって最後は各小さな機械の部品までまさに産業界の米ですこれを手に入れた町がその視野を得るということになります。 同じことを考えているるはあるもんでやっぱりね奈良県が同じことを発表しました奈良県は5年前5年ごとに小規模中規模大規模で15年後にはこういう貨物輸送場を作ると発表をしたばっかりです長山梨も全く同じことを言っています。山梨県知事 県内での小型航空機専用の新空港をリニアの駅のそばに作るですもう都市間競争が始まっているんです知恵比べが始まっているんですなぜならば TMMC という台湾の半導体企業が熊本に来ただけで熊本がまるで世の中が変わったからですなんとインターナショナルスクールが開校したなぜか TSMC という半導体メーカーに勤めている世界中のエンジニアがここに引っ越ししてきたんですそして家族同伴で来たので人口がドスンと増えたしかも大卒初任給が28万円になった28万円ですよあの九州の端っこでこれを僕たちは戦わなくてはいけないのです幸いにして 前橋の今のデジタル化のおかげでたくさんの企業が前橋リサーチセンターを作っていますもう本当の一流企業です。こういう企業たちと連携しながら前橋に新しい人材を呼び込みその人材の視点を教育しまた前橋の人材に今度はお金を回すんじゃなくて知恵を回す社会が来た。55分。あみたいです と思いますここまでたどり着けたかなとちょっと感無量です <laughs> 拍手ありがとうございます <laughs> ありがとうございましたもうあ最後のあのラストの一枚を残してここまでたどり着けたかなというのが本当ですあのここで言うのは不吉日かもしれませんけれども僕は あの無謀にも知事選挙に出て落選していました、まあ、もう政治はやめようと、その時実は今思いました、政治はやめようと、私が50歳の時です、やめようと、その時に妻が、妻はいつもどこかいないんですね、今日は、どこかにいるんだとは思いますけれども、う光ってて見えませんが、その時に妻が、山本龍が見せたかった社会の形を見せなくっちゃ。 あなたを信じてる人を裏切るのよ。そこから先が良い。すごいセリフで。私とあなたの人生は社会に捧げた。いや、本当に私は。本当に苦しかったですけれども。その時に自民党の前橋の県議団が私を。拾ってくれて。まあ、じょ女子さんや家族やみんないるんだろうと思いますが。 あの県議会のチャンスを与えてくれて今ここに立っている本当に僕はあの偶然にこの役割を与えてもらった偶然に役割を与えてもらったんですよ神から恵まれたように先祖から頂い,いたように偶然にだもんこの役割を果たしきらなくちゃ真剣です真剣でした今までもずっと。 夜中飛び起きて思いついたことをメモに書き翌朝起きたらそのメモがうん曲がってて読めなかったりそんなことで女房に笑わられる連続でしたでも毎日張り合いがあっただって毎場所が変わってきたんだもの冒頭の挨拶で尾身先生も言ってくれた中瀬先生も言ってくれた藤井さんも国会じゃ有名になったねって言ってくれたありがたいと思うここまで来れたのは でもみんなが導いてくれたおかげ、県議や市議の先生に怒られてきたおかげ、本当にそう思っています、ここまでたどり着いた、だからみんなに見せたいのですよ、僕たちが用意してきた扉の先にある未来じゃない、現実を扉の先に未来がある、いや、それは現実なんですよ、僕はみんなと一緒に扉を開く、その扉をぜひ開かせてください。 これが最後のページです。皆さんにお礼を申し上げます。皆さん、長い間の私の話聞いてくれてありがとうそしてこれからのを信じてくださいみんなの力をぜひ貸してください扉の向こうに絶対にみんなを待っている未来があるありがとうございましたお話しも聞いていただきありがとうございました